マリア・カレルギス伯爵夫人、ツィプリアン・ノルビトによるスケッチ。1845年、マリア・カレルギスは、ポーランドの貴族女性、ピアニスト、芸術の講演者。パリやワルシャワの社交界でその美貌をもてはやされ、多くの芸術家に慕われた。結婚前の姓名は、マリア・ネッセルローデであり、また、フランスでは、マリー・カレルギーの名で呼ばれた。リヒャルト・クーデンホーフ・カレルギー伯爵のひいばばにあたる。ドイツ系貴族のフリードリヒ・カール・ネッセルローデ伯爵と、そのポーランド人の妻テクラナ・ウェンチュ=グルスカの間に生まれた。幼少期に両親が不仲が原因で別居したため、6歳の時にサンクトペテルブルクに住む父方の叔父、カール・ロベルト・ネッセルローデ伯爵の屋敷に引き取られて養育された。叔父は1814年から1856年までロシア帝国外相を務めたロシア政界の重鎮であり、マリアはこの叔父の監督下で教育された。マリアは音楽好きな両親から音楽的才能を受け継ぎ、短期間ピアノを教わったフレデリック・ショパンからもその才能を高く評価された。マリアは母親からポーランド語を教わったほか、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語を自由に話した。1839年、17歳の時に、年の離れた大地主のヤン・カレルギス伯爵と結婚した。マリアは嫉妬深い年上の夫を嫌い、一人娘のマリアが生まれると早々に別居した。夫妻は互いを嫌っていたが婚姻を解消することはなく、カレルギスはマリアの贅沢な生活のための費用を提供し続けた。マリアは結婚生活から解放されると、サンクトペテルブルク、ワルシャワ、パリ、バーデンバーデンなどのヨーロッパ諸都市を転々とする生活を始めた。1847年にパリに移り、サロンの女主人として華やかに暮らし、フランツ・リスト、リヒャルト・アーグナー、アルフレッド・ド・ミュッセ、スタニスワフ・モニューシコ、テオフィル・ゴーティエ、ハインリヒ・ハイネ、フレデリック・ショパンといった音楽家、文筆家たちがサロンを形成した。マリアを最も熱烈に崇拝したのは、詩人のツィプリアン・ノルビトであり、彼はたびたびマリアに対する恋心から、自分の詩作のインスピレーションを受け、彼女を白いセイレーンと称賛した。ノルビトはマリアに求婚したこともあるが、マリアはこれを拒んだ。1857年にワルシャワに戻った後も、芸術のパトロンとして活躍し、慈善活動のためのコンサートや演劇を主催している。マリアは1858年、モニューシコの歌劇、遥か4幕構成版のワルシャワ上演を実現させた立役者でもある。遥かの上演は、ワルシャワ劇場総監督のイグナツィ・アブラモビチから反対されたが、マリアの取りなしによって上演が実現したのである。マリアは、ワルシャワ音楽院の再建を支援するなど、ポーランドにおける音楽文化の発展にも大きな影響力を及ぼした。彼女はワルシャワに移って以後、ピアニストとして活躍することが多くなった。1863年にカレルギス伯爵と死別すると、ポーランド副王コンスタンチン・ニコラエビチ大公の副官を務めていた11歳年下のロシア人、青年将校、セルゲイ・ムハノフと再婚した。マリアは自らの影響力によって、1868年にムハノフをワルシャワ劇場総監督の地位につけることに成功した。マリアは1874年に亡くなり、ワルシャワ市内のポボンスキ墓地に葬られた。ありがとうございます。